彼は体力もあるし、細かいそのなんていうかな、その技術力も当然あるしね、いい選手でしたよね。ただやっぱり全てにおいて秀で過ぎたのかな、ある意味。もうちょっと体力がなかったりとか、体力がなかったらっていうのは何だろうな、何でもできたからバランスが良かったってことでバすランか。スは非常にいいし、体格にも恵まれてね。で、欧米人の体を持った日本人でしたね、彼は。体っていうか体格的にね、筋肉自体の質も本当にその欧米人というか黒人というかそういうものに近いんじゃないですか。近かった感じですよね。稽古も熱心にしたしね。僕が持ってないものをたくさん持ってましたよね、彼は。すごくまあライバル的にももちろん見てたし、ある意味やっぱり憧れ的なものもあったしね。史上稀に見る強さを持ってた人じゃないですかね。やっぱり中村誠、増田明、この辺はかなり優秀だったんじゃないですかね。